トゥプクスアラは、白秋前期に生息していた翼指竜亜木の翼竜、南米で発見された初めての葉のない翼竜である。学名は、ブラジル先住民であるトゥピ族の言葉で、使い魔を表す、男性名詞から取られているトゥプクスアラの頭骨。大きな開口部が微前岩窓、その左が岩窓。翼海長はおよそ5から6メートル。同時代のアラリペ山翼竜の中では、 比較的大型の翼流である。長さが9 0 0、mm、トル近くにもなる頭蓋骨は最も特徴的な部分で、巨大な微前眼科窓の後方に小さな眼科が押し荒られている。幅は側辺していて狭い一方で非常に丈が高く、主に前額骨からなる大きな景観が分部から後頭部にかけて伸びているために全体的に三角形の側面が倒している。この景観は生存時には 軟組織の膜によってさらに大きなものになっていたとする、復元もあり、体温調節や、静的ディスプレイに用いられたという説が出されている。最初の2種は共に、ブラジル北西部のセアラ州、アラリペ大地のサンタナルイソウから発見された。サンタナルイソウから出る化石は、石灰質のジュールにくるまれているため圧縮を受けずに産時、元構造が保たれたまま見つかることで有名だが、 トゥプクスアラの化石も、そのようなノジュールから発見されている。また、テキサス州のマーストリヒトキのジャベリナル層から発見され、ケツルコアトルスの化石とされていた化石が、本属もしくは、本属の禁煙種の化石ではないかと指摘されている。それが事実だった場合、生息年代が拡大すると同時に分布域は、北米にまで広がることとなる。ティレナードイの骨格発見当初は、 翌年に発見されたタッペヤラとの共通点から、新設されたタッペヤラ科に含められていたが、より完全な骨格が発見されると、独自のトゥプクスアラ科に含められるべきだという意見が出されている。タペヤラ科、トゥプクスアラ科は、ケツアルコアトルスを含むアズダルコ科などとともに、アズダルコ浄化を形成すると考えられている。トゥーパダーソアラロンジェクリシュタットスケルナーカンポス。 1988, 本属の模式種。模式標本は、同一個体に属する、頭蓋骨前半部、右第1から4、中手骨、右第1よく骨、左第4、中手骨、左第1よく骨、などからなる。種小名のロンジェクリシュタットスは、ラテン語で、長いと坂を持つという意味。トゥーパダーソワラ・レナード・イケルナー・カンポス。 1994-1994年に記載された本属2番目の種、模式標本は全額骨、上学骨、後外骨からなる頭外骨前半部。種商名のレナードイは、ブラジルの古積水動物学に多大な貢献をしたジュゼッペレオナルディに、懸命されたものである。ありがとうございます。